ここで、このノート、MacBook Pro の蓋を閉じます。一瞬消えますか、これまた、このようになって。これで普通に、こう、動かすことができるわけですね。その状態で、これで、これを抜くわけですね。で、これをどっかに、持っていくわけです。それでまた開いたときに、当然といえば当然なんですけど、先ほどと全く同じ環境が、になってるんですね。だから、机の上に仕事をしていて、それでこれを MacBook Pro を外部に持ち出したときの作業環境はそのまま全く同じ環境が持ち出せるわけですね。これは非常に、少し使ってみて非常に便利になってるんですね。